2018年に完成した埋め立てワンチャイ、セントラルプラザから眺める2010年7月のビクトリアン中間とワンチャイの埋め立て計画は異なる、目的で土地を干拓して作る1990年代から、香港特別行政区政府が始めた計画である。中間ハーバーフロントイベントスペースや、天馬公園、香港マテン天林のような公共改造空間同様に、 香港 m t r 駅や機場改線、中間、ワンチャイカンバイパスのような輸送改善がある。この計画は、行政府政府による1985年の計画戦略で初めて述べられた。行政府政府は1989年に可能性検証を完了し、当時の土地開発政策委員会が追って、これを承認した。提案された埋め立て計画は、上官から、 ドラワンまでの海岸沿いに拡張するものである。計画の表向きの目的として代表的なものを以下に挙げる。中間の視聴者から見た2005年10月14日当時のビクトリアワン。第3段階の中間の埋め立てが始まったばかりの頃である。2008年1月の第3段階の中間の埋め立て2009年6月の 第3段階の中間の埋め立て2015年1月の第3段階の中間の埋め立て計画は5段階に分かれる。第1段階の中間第1段階の中間埋め立て事業は埋め立てる20ヘクタールに加えて地上回線の香港駅建設のために林市街と筆田街の間の6ヘクタールの再開発に関わった。埋め立ての影響を受ける他の施設を移動させる。 新たな不当用の土地も提供した。作業は1993年に始まり1998年6月に完了した。埋め立てのこの段階は香港基準革新計画の一部である。費用は27億1000万香港ドルであった。計画の完了により中間の海岸線は元々の海岸線より350メートル拡張した。第2段階の中間。 第2段階の中間埋め立て事業は、かつての天馬海軍基地の5.3ヘクタールを埋め立てた。この埋め立てで、天馬用の土地と商業用造成地ができた。作業は1994年12月に始まり、1997年9月に完了した。費用は3億2000万本コンドルであった。政府の本庁舎と立法院が入居する。 新しい合同庁舎を埋め立て地に建設することが提案されている。第3段階の中間第3段階の中、間埋め立て事業は、地上回線の延伸や北高等線中間、ワンチャイカバイパス、新しいスターフェリーフ等振動などの施設のための埋め立てに関わっている。費用は35億6150万本コンドルである。 もともと32ヘクタールを埋め立てる計画であったが反対を受けて18ヘクタールに減らされている。作業は2003年2月28日に始まっている。地上の建設は2011年に完了する予定である。地下の中間ワンチャイカンバイパスは2019年1月20日に開通している。新ワンチャイ不当2014年10月の第2段階の ワンチャイ埋め立て事業第1段階のワンチャイ第1段階のワンチャイ埋め立て事業はセンターに追加の部屋を建設するために土地を提供する香港コンベンションエキシビションセンターの北側を埋め立てることで7万平方メートルを作ることが含まれている島の周辺は周辺の水質が埋め立て事業が完了した後で十分な状態であり続けることを確実にするものである 作業は1994年3月に始まり、1997年7月に完了した。第二段階のワンチャイ第二段階のワンチャイ開発は、第二段階の中間埋め立て事業から、ドラワンにかけての水際で進められた。この105億の事業は、第一段階、第二段階、第三段階の中間埋め立て事業と共に主に、中間、ワンチャイ間バイパスや、東区総路を、 砂田中間間の香港東区域、北港東線の建設に土地を提供することとなる。建設作業は2009年に始まり、2017年に完了する計画である。道路建設や土地の埋め立て、渚開発に関わる事業の広範な本質のために、事業は関係するそれぞれの土地の単独の受けおい人に、共に委任する路政所と、 土木工程宅典所が共同して管理している。作業はドラワン台風対比所とかつての公共貨物作業区域の一時的な管拓事業に関わっている。第一審の意見審査制で2008年3月に港保護条例がこのような工事に適用され、従って政府は埋め立て工事に関する最優先の公共需要を示す必要があった。一時的な埋め立て事業を 最小限に保ち建設工事完了後は改定を元通りにすることを約束した。全員が埋め立て計画を温かく歓迎したわけではない。一部の香港人は活動は全体的に不要と考え、良いものは何もなくビクトリアフーバーを縮小すれば良いと考えた。バイパスを建設する代わりに反対派は政府に地域で電子通行料金制度を開始するよう要請した。 2003年10月5日、青い服を着た1000人を超えるデモ隊が、港湾の埋め立て作業の中断を求めて、中間の政府にデモ行進した。翌月自分たちの意思を理解させるために、陸海空の3方面のデモを引き続き行うことも約束した。デモ行進は、政府が自家用車が増加したために厳しくなる中間の交通事情を緩和するのに必要という、 公安事業に対する、ここ数週間のデモの一つであった。政府は、法廷闘争の第一段階で敗訴したが、決定に対して上訴した。公安保護協会は2003年9月25日に、中間の埋め立て事業の第三段階の継続を政府に禁止する命令と、意見審査制の延期を申請した。協会が、暫定的に12月の違憲審査制の執行を、 停止する判決に関わる努力に失敗すると政府は23万平方メートルの港湾の管拓事業を再開した。2004年9月、拉致工議員は特に、クーンズピアが失われるという中間と、ワンチャイ埋め立て事業に反対して、女王に、さようならと言いながら、気象を身につけたままビクトリアハーバーを泳いだ。計画を明らかにした2006年後半に紛失した、 さらなる大衆の怒りは、水際の二つの有名な地区50年のランドマークの解体と関わることになる。二つは、香港の集積階層を保存する強力な大衆の意見を考慮して、デモと集会を計画した、環境主義者の力強い象徴となった。SPH は2003年2月27日と2003年9月25日に、 それぞれ埋め立て事業に対する司法審査を請求した。2003年10月6日に香港高等法院は政府は中間の埋め立てを続行できると通知したが2004年9月1日、終身法院が都市計画委員会によるワンチャイ北文区計画対構図草案についての計画を棄却したためワンコ発展計画のフェーズ2は再検討を要することとなった。 政府は埋め立て事業への抵抗を抑えようと地下交通インフラの上を覆う埋め立て地は世界レベルの湾岸プロムナードを付設するために使うことができると提案した2003年10月にグリーンピースが述べたところによると中間の埋め立て事業によって58万立方メートルの有毒な賃例が発生しそのうちの63%が香港環境保護所が 深刻な汚染として分類するものにあたる。活動家たちは分析のために中間の埋め立て地から泥のサンプルを収集しようとしたが排除され失敗に終わった。政府はグリーンピースから埋め立て事業によって港湾に流出した有害廃棄物を春節する工法として安手で時代遅れのものを選んでいると批判を受けた。また品薄色イルカのような海洋生命の保護のために 設置された人工漁場のそばにある島に春節した有害廃棄物を投棄することも非難された。漁師は埋め立てが始まってから平均漁獲量が半減したと報告した。政府は埋め立ては回復不能な損害を海洋に与えることはないであろうと答えた。政府は入札が終わってから埋め立ての第3期の入札条件を不公平に変更して、 契約を結んで世界貿易機関の入札規則に違反したことが分かった。しかし WTO の規則は法的に拘束されるものではなかった。ありがとうございます。